DS BDS ヘイスプラザー、皆さんトースターは大好きでしょうか。はい、好きみたいですね。トースターっていろんなのあるじゃないですか。トースター、オーブンとレンジと トースターが合体したやつとか、あとトースターとか、なんかピザトーストとか、なんかいろいろ作れるトースターあるじゃないですか。トースターだけのさ、トースターをね、買う人多分少ないと思うんですよ。それ何かというとね、まあ高くはないですけど、やっぱ置く場所がね、もったいないじゃないですか。トースターだけのためにさ、置くっていうのがね、もう邪魔だと思うんで、多分ジャパニーズピーポーはね、使う人が少ないと思うんですよ。映画とかでさ、チャッキーかな、なんか子供がさ、トースト作って、こう、バーンって飛ぶやつとか、あったじゃないですか。トースターがパーンって飛ぶやつ。もうあれが作りたいんですよ、僕は。で、ご覧で買ってました。アニメみたいにね、パーンって飛ぶようなね、トースターを作りたいってことなんでね、これを買ってきました。でね、多分ね、トースターの中にはね、バネが入ってるんで、そのバネを強化すればね、超強いね、トースターを作れると思って買ってきました。まあ、作れるね、保証ないんだよ作れる保証ないんで、この動画がね、ボツになる可能性があります。だからアップされてなかったらボツです。おお、久しぶりな、トースター。普通に欲しかったんでね、これ1000円ぐらいですね、トースターで。モンキー D 法廷で買ってきました。で、ネジでこれ開けてちょっとね、見てみましょう、バネがどうなってるか。はい、良い子はね、ワクワクさんとやってください。できるか分かんないんでね、ほんと。あったあった、バネありましたね。ここのバネはね、ちょっと強化してきてます。このバネを取り替えればいいんだな。ちょっと買ってきます、ホームセンティーで。じゃあ買ってきました。ホームセンター行ってきたんですがね、バネが置いてなくて、もう結局ね、自力でやってきてます。で、バネ、どんなバネかというと、こういうバネですね。こちらをね、ちょっと強化してきてます。いろいろね、考えて思いついたのが、結局バネを短くすれば威力も増すんじゃないのかと思って、ここをね、幅をね、狭くしております。で、上の部分も幅狭くしてくっつけていきたいと思います。ちょっとね、くっつけるの大変なんですけどね、どんぐらいこれで強くなんだろうね。はい、ではね、完成しました。多分、いや、わかんないっす。ちょっと電源つけてみましょう。これでできてなかったらね、やばいっす。あれ、おお、あ、ついたついた、やった、ちょっと完成したんじゃね。いや、やばい。あのね、電源つける前はこれが、見てください、ほら止まんなくて、あれ、俺なんかミスったんじゃないかって思ったんですよ。けど電源入れると、なんでかね、ほら止まるんですよ。ずーっと格闘してたんですよ。もうこれ完成じゃないですか、やった。今回はね、動画のためにね、高級なね、あ、くさ、ホテルの朝をね、買ってきました。いつもね、ビッグ A のね、トーストなんですけどね、ホテルの朝も高級なんでね、こちら使っていきたいと思います。で、これ6枚切りなんですよね。8枚切りか6枚切りで迷ったんですけどね、うわ、どっちも飛ぶんだろう、まあ分かんないからね、とりあえず高級な方で、とりあえず入れます。はっ、どんぐらい飛ぶか楽しみですね。さあ、これでバネが強くなってれば、ね、僕の勝ちですよ。3分ぐらい待ちますか。でも、なんかくせえな。おお、え、全然飛ばないやん。全然ないやん。こちらのバネをね、半分ぐらいの短さにして取り付けていきます。はい、短くなりました。こちらでね、つけていきます。はい、では改良しました。ちゃんとつくかやってみましょう。まずこれがね、セットできるかの問題なんですけどね、あれ、蓋どこが、これができなかったらやばいっすね。あ、止まんない、ダメだ、どうしたらいいんだこれ。あ、できた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 、止まった、止まった、超嬉しい。やべえぞこれ、天井までね、つくぐらいにね、飛んでほしいっすね。なるか。うわー、うわー。
これが限界ですよ。あの、これ以上やるとね、持たないんすよ。ほら、止まんないんだよね。今のはほんと奇跡的なんですけど。ってことで、ぜひみんなもね、ポップアップトースターね、作ってみてはいかがでしょうか。では、レッスン、お話し。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくよー。